2200円だった計算したら。さがちゃんは2200円。どんな計算したの？1980が 0.99、 うん、0.9 だから、うん、割って、あ、0.99 で割って、あれ、あ、ちょ、わかんねえや。すげえ。なんかで割って、それを110でかけた。すげえ。110で。100かな。なんかかけたら2200円になった。あー、なるほど、うん。なんか賢いな。いや、でもわかんない。なんか外れてそう。まあ、その他がみんな2000だから。これ、こうか。こうだ、はい、ちゃんと考えたわ。さあ、これは1と2ですな。スバちゃん、わかるかな。わかんねえ。わかってほしいな。ちょっとわかってほしいな、スバちゃん。わかんねえ。スバちゃん、わかんないよね。私、わかったと思う。仲間だよね、スバちゃん、言うこと。スバちゃん、ね、一緒なんじゃない？かもしれねえ。ま、丸1、丸2、どっちを選ぶか、うん、1、2、円高か円安か。はい。お、あ、お、お、来ました。ということで、みんなの回答見ていきましょう。回答こちら。ふぅ、1、2、1、別れた。やっぱみこち2だよな。そうだよね、みこちの仲間だよね。うん、だって安くなってたもんね。そうだよね、だって普通に安くなってたもん。はい、でいきます。じゃあ次からですね、イングリッシュです。イングリッシュ、オーケーオーケー、カモカモ、英語のお時間でございます。では問題こちら。1、2、3、英単語の意味を答えましょう。シェイキングタブスタート。オフトゥーンあるね、オフトゥーン。何言ってんの。オフトゥーンだ、オフトゥーン、オフトゥーンだ、これ本当だ。ちょっと待って、でも30はね、どうして喉が渇いたという単語が被るの？なぜ？なんで？なぜわかるの？サースティはもう喉が渇いたしかなくね。そうだよね、サースティは。ナイス、スバちゃん。ナイス。すごいじゃん！全然わかんない。これ？じゃない？これじゃない？ちなみに解説こちらですね。アイユシュワは本当に？とか。確かですか？確かですか？そう、確かですか？確かですか？具合悪いって言ってるのに、え、それって本当？みたいな感じになるんちゃうのかな。あー、ニュアンスって難しい。ね、難しいよね。ちなみに、1番と3番はですね、どうかしましたか？とかいう意味らしいですね。あ、そうなんだ。ちょっと優しい感じですね。またって何？うん、またっていうのが、これなんだろうね、また。出来事とか、ね、そうだね、出来事とか、そう、何があったんですかみたいなことか、そんな感じかな。ちょっと待って、スバルちゃんネイティブ、スバちゃん英語すごいんだ、ちゃんと勉強してるんだよ、スバちゃん。そうだよ、すごくでも1と3は海外ドラマでよく出てくる。なんか What's wrong はよく出てくるし、What's matter も結構聞く。ちょ、待って、ミコも海外ドラマ見てるけど全部吹き替えで見てるわ。吹き替えでしょ、ミコっては。吹き替えで見ちゃいけない。大きくなった字幕で見な。やはり字幕しか勝たんということです。字幕で見なきゃいけないですな。